おはようございます。こんばんは。2023年3月31日、佐藤修一でございます。本日からね、広島県議会議員選挙が始まりました。私、佐藤修一ね、古市橋駅からね、スタートいたしまして。初めてね、たくさんの人にね、応援していただくというね、選挙になりました。今まではね、ほとんどね、なんか自分一人でね、脇に乗ってるのが運転手さんぐらいってね、一人後ろに乗ってればまだいい方っていうね、選挙でしたけれどもね。今回はね、そうでもないというところがね、非常に、あれでした。出発式もね、約20人程度、来ていただきましてね。述べですけれどもね。本当にね、こういうのはね、初めてのね、選挙ですね。多くの人がね、街頭演説ね、手伝っていただきましてね。それだけじゃなくね、いろんな諸手続きも含めたりね、ポスター貼るのも含めてね、もう、非常に今までいなくね、多くの方々にね、ご支援いただきまして、本当にありがとうございます。それでね、今日はね、面白い高校生にね、街宣の途中演説中に話しかけられました。話しかけていただきました。ね。本当その高校生、すっごいめっちゃね、政治に勉強しててね、自分もね、将来ね、議員になりたいと。25歳になったら必ず立候補する。すごいね。今頃ね、そういう人っていない。でね、子供家庭庁とかね、子育て支援とか言われるとね、やって俺たちから見ると大人の上から目線に見える。全くおっしゃる通りですよね。でね、あと、多めいただいたのはね、佐藤さんはね、無所属というのがいいと。ね、自分の道をね、突き進めそうだから。ね、それからね、彼はね、当選したらぜひね、俺の高校に遊びに来てほしいと。で、面白い高校だからね、来られたらね、得るものあるんじゃないかと。いや、興味深いね。でね、当選したらね、子供会をね、開いてほしいということでね、広島県議会でもやってほしいということでね、いやー、俺もね、ぜひね、やれたら、やりたいと思います。でね、現場公務員を増やすというね、公約はいいですね。いやあ、ありがとうございます。でね、いろいろ他のにもね、お話伺っててね、あんまりにも興味深いからね、もう話し込んでたらね、他の候補者もね、ぐるぐるね、私の演説場所もね、周りをね、回り始めてね。やっぱりね、あんまりね、他の候補者の方、そこに居座ってね、他の候補者の方演説できないって状態を作る、ね。これも、ね、やっぱりよろしくないのでね。適当なところね、退散しましたけどね。高校名の方は伺いましたしね。ぜひね、当選したらね、必ず伺いたいと思います。いや、ほんと面白い高校だっていうのはね、どういうところなのかなーって思ってね、ぜひね、必ずね、当選したらね、必ず受かってね、そしてね、伺いたいと思います。本当にね、皆さんね、ありがとうございます。明日もね、どこかでね、私佐藤修一で、皆さんとお話しすることをね、楽しみにしておりますのでね、よろしくね、お願いいたします。それでは皆さん、ありがとうございます。ね、失礼いたします。